このビデオでは餡の包み方についてお伝えします。包餡は和菓子作りには欠かせない非常によく使う大切な基本技法なので、習得しておくと大変便利です。このビデオを見て練習すればあなたも必ず上手に包餡できるようになりますので、最後まで必ずご覧ください。練り切り餡を使って包餡の仕方をお伝えします。練り切り餡をよく揉んで柔らかくしておきます。まず普通に種切りをします。餡の大きさは均一であればどれぐらいでもいいです。ちなみにこれは 12g ぐらいです。中餡は分かりやすいようにピンクの練り切りを使います。これも生地と同じくらいの大きさに切っておきます。濡れ布巾はいつでも使えるようにそばに置いておいてください。まず白練り切りを両手で挟んで潰して、右手のひらの出っ張りで真ん中部分を少しへこませて、前方に移動してもう一つの餡玉を取って上に乗せます。左手はこのように握りながら回します。ここの部分で生地を押し上げるような感じで、生地とここが平行になるような感じで包んでいきます。右手指は上から軽く押さえるだけ。最初は3本の指で上から押さえてあげて、2本1本とだんだん減っていきます。中の餡が外側の生地よりも少しへこんだ状態になったら、今度は逆回りにして生地を押し上げていき、完全に閉じてしまいます。閉じ口を下にして手のひらで転がして成形します。いろいろなところに両手のひらを当てて滑らかにしながら丸く形を整えます。これで完成です。ではまず最初に手のひらの上で挟みます。ここの右手の出っ張りで潰しますね。だいたい手2本ぐらいでしょうか。3本ぐらいでも大丈夫ですけどね、最初の人はね。まあ、2本ぐらいですね。ちょっとこう軽く押してあげますね。そしたらばここにあるのを移動します。上の方に置き直しますね。そしてこの中餡を上に置いて、右手の3本指で押しながら、こっちは手つきはこういう感じで、こっちの手は握るような感じで、かつ回します。こういう感じですね。こういう動き。それで上からあんこを押さえてあげます。こういうイメージです。では、行ってみましょう。ここに置きながら、3本、2本。回し、左手は回しながらやってますね。それで、ここで、この白い生地を上に持ち上げています。こことここが平行ですよね。そして中餡が生地より下になったらば、くるっと左回り、反対回りですね。ここの親指とここの親指とここの面で、まあ、この人差し指は使わなくてもいいですけれども、隠してしまいますね。そしたらばこの閉じ口を下にして、きれいにします。もう手のひらですね、手のひら、ここの全部の面を撫でています。きれいに、きれいにこう、なるように。全部の面を滑らかにするようなつもりで、丸くします。はい、これで OK ですね。